はい、今回のシンセサイザーレシピですね、バレンタイン企画としまして Perfume のチョコレートディスコ、これのメインシンセたちをですね、ちょっとこのマッシブを使って再現してみようかなと思っております。一番最初はやはりイントロのあの印象的なフレーズとシンセサイザーですね、これを解説していきたいと思います。まずですね、マッシブのこの初期状態一回打ち込んでみたんで、これを聞いてみてください。こんな感じですね。メインがソートゥースになってるんですけども、原曲もですねソートゥースがベースとして使われてると思います。でこれにちょっと厚みを加えたいということで、オシレーターに、そしてピッチをですね1オクターブ上を重ねてみましょう。そうするとこんな感じになります。そして今ですとボリュームが一緒なので、これでバランスをとって音色調整を、こんな感じですかね。あと純粋なソートゥースプラス少しスクエアを加えてもいいかもしれませんね。これもいつもお話ししている、ここで波形が決められて、今ですとスクエア、ソーになってますんで、右に振り切ればソートゥース、左に行けばスクエアと。で、ここの合いの子を作れるわけですね。ここで少しスクエアを混ぜるといった形となります。そしてオシレーターを調整した後は、少しですね、音量を考えてみましょう。この4番から音量をコントロールできますね。これに関してはすぐ音が入って、あとはこの長さですね、どのぐらい音が減衰していくのか、これがポイントになります。音はですね、短めにできていると思いますので、一回でサスティンレベルを0にします。これはですね、こんな感じで、最後に行き着くところが0ということになりますんで、再生しながらこの長さを整えていきます。短いとこんな感じですね。このような形で、まず音量を似せていくと。リリースに関してはナチュラルに消えるようなところ。もし上げすぎると、このような形となってしまいますので、ここは注意ですね。そして次、フィルターをいってみましょう。フィルターはですね、無駄な低音を削るために、ハイパス。これですね、ハイを通すということで、ローをカットするということですね。フィルター1番ですので、まずこちらに振り切りましょう。そしてカットオフを回して、どのぐらい削るかを決めていくんですけども、まずレゾナンス入ってますんで、ちょっとうねうねしちゃうんですね。これをまず下げてですね、どのぐらい削るかだけ調整。ちょっとスッキリしましたよね。高音域もちょっとうるさいので、こちらですねローパスを入れて高音域も少し落としましょう。この時にレゾナンスやはり効いてしまってますんで下げると。そして最大の注意点なんですけども、今このフィルター出力0になってますんで一切聞こえてきません。これを上げてミックス1と2。これもですね、上に振り切られてますね。まず中間に置きましょうか。で、先ほど振り切ったこちらも両方にかかるように調整と。実際にこのカット量を調整してみますね。ちょっと丸みが出る感じがいいかもしれませんね。2つ外してみますと、このような形なんですけども、フィルターを入れますと。いい感じに馴染んでくれると。そしていよいよエフェクトに行きましょう。まず音を太くしたいということで、歪ませてしまうっていうのも一つ有効な手段ですね。ハードクリッパーというもので歪ませることができます。これは歪む量で、かつこちらはかかる量と考えてください。ちょっとドライブ高めにして、あとはもうそのままかけてしまう。かなり歪んでしまうので、こちらで適度に。調整します。で、この時にですね、やはりエフェクトをかけるとフィルターのかかり具合なんかも少し変わって聞こえますんで、ここは調整して、このようにしていくといいと思います。そしてあと空間系が全くないので、まずディレイを入れてみたいと思うんですけども、ディレイ2種類ありますね。こちらが通常のアナログディレイで、こちらはデジタルディレイ。一回これで聞いてみましょう。結構いい感じのサウンドになってるんですけども、ちょっとディレイの帰りが遅いですよね。ここは8分音符で調整してみましょう。このような形となります。今帰りの回数が多いということは、フィードバックで調整を、その後にドライウェットでそのディレイのかかり具合、これでナチュラルになるところを探していくといった形になりますね。これで音がもうほとんどできてきてるんですけども、今回楽曲を聴くとですね、かなりアタック感が強いということで、コンプレッサーを入れてみたいと思います。これですね。で、アタック感を出したいということは、少しアタックは残し気味にして歯切れも良くしましょう。
そしてレシオ、圧縮比率、こちらを4ぐらいにしてですね、あとはこれを見ながら、わざとたくさん潰してみましょうか。こう聞くと非常にアタック感が強調されているのがわかるかと思います。あとは適度に。マスター少し高いんで下げましょう。最後にですね、この楽曲に対してというわけじゃないんですけども、このフェーズを入れることによって音色に対して輝きを与えられると、わざと強調してみましょうか。これはもちろんかかりすぎですので、ほんのちょっとでいいと思うんですよね。このような形でしょうか。これがですね、チョコレートディスコのイントロ部分のですね、シンセサイザーレシピの解説となります。次回はですね、パッド音に関して解説を入れてみたいと思いますんで、お楽しみにしていてください。今回もご視聴ありがとうございました。